東口改修前の西口北浦和駅は、埼玉県埼玉市浦和区北浦和3丁目にある、東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JK44。乗り入れている路線は、線路名称上は東北本線であるが、当駅には、電車線を走る京浜東北線電車のみが停車し、旅客案内では、東北線とは案内されない。島式ホーム一面二線を持つ、 地上駅で、京上駅舎を有している。JR 東日本ステーションサービスが、駅管理を受託する浦和駅管理の業務委託駅で、ある。緑の窓口、自動改札機、指定席券売機を設置している。かつては、緑の窓口に隣接して、ビュープラザが設置されていたが営業を終了した。プラットフォームと改札外、および東口。 西口と改札街を連絡するエレベーターのほかプラットフォーム、東口階段、西口階段には、上り方向のみエスカレーターが設置されている。2007年10月1日から、2番線の発車メロディに、埼玉市か、希望の町が使用されている。2019年度の1日平均乗車人員は52,674人で、ある。JR 東日本管内の駅では、 国立駅に次いで、第94位。JR 東日本及び、埼玉県東経年館によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通り。国道17号から見た西口埼玉、県立近代美術館あたり駅周辺では、駅のすぐ西側を、国道17号と国道463号が、東側を、旧中線道がそれぞれ鉄道に並行して南北に、 走っており、それぞれの周囲に近隣型の商業地区が形成されている。東側には埼玉県立浦和高等学校や埼玉市立浦和、中学校、高等学校、青山学院大学継続浦和ルーテル学院、小学校、中学校、高等学校が立地、西口からは埼玉大学、埼玉県立時和高等学校、 埼玉県立浦和北高等学校などの教育機関方面へのバス路線が発着しており、これらの学校へ通う生徒、学生の利用も多い。また、それらの生徒向けの学習塾なども多く立地する。西口から国道17号を南下するとほどなく、埼玉リソナ銀行本店や埼玉市役所に到達し、東駅西側の商店街は、浦和駅西側の商業地区、館長街と、 連続していると見ることもできる。埼玉市立病院へは、東口バスターミナルから頻繁にバスが運行されている。西口のロータリー橋に西口開設記念碑があり、第四大日本国有鉄道総裁、東郷新人の名前が刻まれている。西口から徒歩すぐに立地する北浦和公園は、大規模な音楽噴水で有名なスポットである。 北浦和交番以下の路線バスが乗り入れ、国際工業バス、西部バス、東武バスウエストによって運行されている。0番乗り場は、駅前ロータリー内に、8番乗り場は、北浦和駅東口交差点の先に、1.35番乗り場は、東口ロータリーから約100メートル以上東へ、離れた埼玉県道64号埼玉、岩月線沿いにある、 クイーンズイセタンが入居する北浦和ターミナルビルの外周部にあるバスターミナルから発着している。国際工業バスは始発区時代及び16時代終車までは0番乗り場を使用するが10時代から15時代までは3番乗り場を使用するため駅前ロータリーへは乗り入れない。もともと北浦和ターミナルビルは東部バスの北浦和駅停留所として 埼玉県道64号埼玉岩月線を経由する系統の平地の折り返し場であったが、1998年頃より、周辺の再開発が行われ、北浦和ターミナルビルと隣接する高層マンション、ハイムプラザ北浦和が2001年12月に、竣工した。このため、停留所名は、東部バスは、旧来からの北浦和駅、国際工業バスは、 北浦和駅東口と区別するため北、浦和ターミナルビルとなっている。1.23番乗り場は、駅前ロータリー内に、5番乗り場は、北浦和駅入口交差点手前に、7番乗り場は、北浦和駅入口交差点の先にある。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。